ハレルヤハレルヤアメン。こんばんは。ハレルヤハレルヤ。こんばんは。ハレルヤイネさん。ハレルヤ。こんばんは。サマーさん。こんばんは。ハレルヤアメン。今日はね、ちょっと朝寒かったですね。かなり寒かったです。暖冬になってほしいけど、暖冬じゃなさそうですね。はい。小野さんこんばんは。小野さんこんばんは。はい。寒くて死にそうだ。寒くなりました。ね、北海道の方は寒いでしょうね。そうですね。第3、こんばんは。この放送を見ると暖かくなります。アメン。アイプさん、こんばんは。ヒカルさん、こんばんは。昨日はヒカルさん来てくれましたね、東京に。アメン。カズノコさん、ジュタさん、こんばんは。こんばんは。明日は8度。温度が8度ということですね。悪霊的な夢を見ましたが、イエス様の皆で追い出しました。アメン。皆さん、確かに、冬ですから寒いのは、音が大きい、寒いのは当たり前ですが、でも、私たちは燃えています。聖霊の火で燃えています。私たちはこの心が燃えているので、その、温めてください。私たちは心が熱いのです。マヤ文明で地球を崩壊するとか言っているのどう思いますか？気にしないでください。もうそれはデタラメです。デタラメですね。マヤ文明云々は全く信用しなくていいですね。踊り再開しましょう。イエス様が喜びます。第3、油注ぎで燃えています。油注ぎで燃えています。占い信じたらダメな理由。占いっていうのはね、その悪霊に聞いてしまうことですね。悪霊に、占うということで、それはダメだよ。イエス様に祈るなら OK ですね。イエス様に祈るなら OK ですけど、悪霊に占うならダメなんです。小野さん、奥山先生面白かったです。ありがとうございます。私たちは心がいつも燃えていれば温かい心になります。しかし、多くの人は冷たい心なので、心が冷えているわけですね。奥山実牧師の35秒の福音、今度使ってみます。リトルさん、やってみてください。キューちゃん牧師がまともだと思いました。ありがとうございます。伝道に頑張ってください。アメン。アメン。アイプさん、奥山牧師激アツでした。多くの人の心は冷たいですね。心が冷たいって嫌ですよね。やっぱり心が温かい方がいいですね。博愛は覚悟の上です。奥山実牧師の冗談交じりの説教も楽しみました。アメン。ジタ君、昨日の熱いメッセージでしたね。アメン。はい、そういうわけで、私たちは燃え続ける必要があります。燃え続ける必要があります。時が良くても悪くても、
御言葉を述べ伝えます。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えます。アメンアメン。はい、それではですね、今日のタイトルですが、今日はハヌカの祭り。昨日もちょっとあの話したんですが、イスラエルではですね、まあそのユダヤの、暦の何日かなんですが、今年は今年は12月の9日からなんですね。場合によっては11月の時もあるんですが、今年は11月9日から、8日間かな、8日間ハヌカの祭りっていうのがイスラエルであるんですね。そうそう、神殿を取り戻した記念日ですね。よく知ってますね。紀元前171年だったかな、141年だったかな、紀元前141年ぐらいに、イスラエルがですね、ギリシャかなんかの、にこう征服されたんですね。で、マカバイっていう人がですね、戦って、このイスラエル神殿を奪い返した。神殿奪回かな。神殿を、奪回しました。で、それの、まあ、お祝いなんですね。で、その時ですね、まあ、こう、異邦人が使ってたので、まあ、汚れてたわけですけど、それをこう、神殿をこうきれいにしてですね、まあ、それ第二神殿ですね。第一神殿はソロモン神殿。ソロモンが最初に作った神殿が第一神殿ですね。で、それが、こう、バビロン捕囚の時に破壊されて、もう一度バビロンから戻ってきた時に作ったのが第二神殿ですね。で、その第二神殿が、西暦200年ぐらいかなんかに、こう、征服されて、それを、奪回したということですが、その時に、神殿にはですね、こう、メノーラっていう、この、昨日もやりましたけど、こういう、食材があるんですが、まあ、ここにオイルを、オリーブオイルを入れてですね、まあ、火をつけて、神殿に、このメノーラに火をつけるわけですが、1日分のオリーブオイルしかなかった。まあ、これはやっぱり特別のオリーブオイルで、普通のオリーブオイルじゃなくて、とてもいい、ね、とても質のいいオリーブオイルだと思うんですが、それが1日分しかない。しかし、この次のね、このオリーブオイルが来るのに、時間がかかるということで、困ったということで、お祈りしたと。で、1日分の、オリーブオイルしかないところを、神様、どうぞそれが保ちますようにと言ったら、8日間、1日分のオリーブオイルしかないのに、8日間、こう、火が消えなかったという奇跡が起きたという、そういう、奇跡の記録があるということですね。そして、そのハヌカの祭りの時には、このメノーラは7本なんですけど、ハヌカの祭りの時は9本のメノーラを使うんですね。で、それをなんか、順番にこう火をつけていくらしいんですけど、その詳しいことはよくわかりません。とにかくこう順番に火をつけるという。結局、その、三つ意味がありまして、まあ、そういう神殿奪回という意味。それから、この火をつけますから、光のお祭り。ね。光、世の光を表しますね、これはね。光の祭りという意味が一つ、二つ目。で、三つ目は、ハヌカというのは、奉献という意味があって、捧げるという意味がありまして、まあ、要するに神様に神殿を捧げる。神殿で何かを、礼拝を捧げるとか、祈りを捧げるとか、そういう奉献、ね、捧げるという意味があります。ハヌカはその奉献という意味だそうですね。で、これを、まあ、その、イスラエルのお祭りは、全部、イエス様に
つながるわけです。全部イエス様に関するその予言的な意味があるんですね。そして、じゃあどういう意味かというと、一つはですね、この異邦人にこう乗っ取られていた神殿を奪回する、そしてそれをきれいにしてもう一度神殿として使う、神様に礼拝する場所にするという意味で、これはまさに、イエス様の贖いですね。イエス様の贖い、どういうことかというと、クリスチャンというのは、クリスチャンというのは結局サタンが奪っていた器です。多くの人たちはサタンに奪われているんですね。乗っ取られているわけです。ノンクリスチャンというのは自分の体をサタンに乗っ取られている。でそれをイエス様が奪い返す、十字架によって奪い返す、十字架によって贖う、解放する、十字架によって救うということが、まさに、そのノンクリスチャンを、掃除してきれいに、イエス様の血で掃除して、で神殿のようにきれいにして、そしてそこに、この火をつけて、油と火をつけて、ノンクリスチャンの心を神殿とする、ノンクリスチャンの体を神殿とする、まさにイエス様の十字架は、神殿奪回ではないでしょうか。神殿奪回、偶像崇拝に使われていたような、器を、祈りの家にしてくれた神殿奪回です。アメン。クリスチャンは、ね、イエス様によって奪回されて、神殿にされたのがクリスチャン。ノンクリスチャンはまだ奪回されていない。悪魔に征服されて、汚し事のために使われている体、それがノンクリスチャンということですね。ですからノンクリスチャンの方は早くイエス様に奪回されてください。クリスチャンの方は喜んでください。イエス様が皆さんの体を奪回し神殿にされたのです。小野さんもそうですよ。小野さんもイエス様によって神殿にされました。神殿にされました。そして神殿というのはこういうメノーラがあるわけです。で皆さんの心の中にこの信仰という火がついているわけですね。信仰という火。そして皆さん油注ぎ受けてるでしょ。皆さんこのお部屋で油注ぎ受けてませんか。その油がこのですね、信仰の火を灯す油なのです。油注ぎがあるから、信仰が燃えるのです。油注ぎがあるからね、明るいのです。油注ぎがあって火がついてるから暖かいのです。皆さんの心は温かい。皆さんの心は明るい。明るい。ね。皆さん良かったですね。イエス様によって、神殿とされ、灯火が、灯されています。ノンクリスチャンの方は油もない。火もない。冷たい、暗い心。冷たくて暗い心がノンクリスチャンの心です。大祭司イエス様が油を注いでくださいます。アメン。大祭司イエス様が油を注いでくださいます。アメン。あやっぺさん、クリスチャンになってよかったです。クリスチャンになってよかったです。クリスチャンになってよかったです。ノンクリは暗いってそれはひどいだろうだからね、クリスチャンになりましょうと言ってるわけです。それでいいんだよということではなくてね、だからクリスチャンになりましょうということですね。はい。それから次は、光の話でも言ったんですが、昨日僕も行ってる教会で聖霊体験しました。結局この、火がこう灯っていくわけですね。つまり伝道というのは、皆さん、伝道というのはね、火をつけていくことなんです。
私はこの部屋で何をしているのでしょうか。この部屋で伝道しています。リスナーの方々の心に火をつけているのです。皆さんの心に火をつけているのです。それが伝道です。伝道です。ジタさん、イエス様は皆さんを愛しています。皆さんの心に油を注いで火をつけているのです。皆さんの心に油注ぎがあります。そして、信仰によって火がつきます。ですから皆さんの心は明るくなり、皆さんの心は暖かくなるのです。皆さんの心はだんだん明るくなります。そして、暖かくなります。冷たい心から暖かい心、暗い心から明るい心になります。皆さん喜んでください。喜んでください。そして三つ目は奉献ね、ハヌカという意味は奉献ということで捧げるということですけど、私たちの心に神殿が、私たちが神殿になります。私たちは神殿になります。そして私たちはね、祈りの家になって祈りを捧げますね。それから、その私たちの心を捧げます。私たちのその良い行いを捧げますね。私たちが神殿になることによって神様に、捧げ物をするのです。自分自身を捧げます。生きた供え物として捧げます。祈りを捧げますね。礼拝を捧げます。私たちは、神様に、以前は偶像に捧げていた偶像礼拝者でしたけども、今はイエス・キリストによって私たちは神様に捧げるもの、自分を神様に捧げるものになりました。まさにハヌカですね。このハヌカの祭りだけでも、ね、これだけ意味があってすごいですよね。キリちゃん牧師、僕がプロテスタント教会に行ってることを言ってください。はい、小野さんはプロテスタント教会に行っています。アメンアメンアメン。はい、そういうわけでハヌカの祭り分かりましたか。そしてですね、このハヌカの祭りはですね、まあクリスマスに近いですね。クリスマスに近い、でも、まあ、直接クリスマスとは違うわけですね、意味がですね。クリスマスと似てる部分がありますね。その光の祭りという意味ではちょっと似てるんじゃないかなと思いますね。なんかクリスマスもどっちかというと、なんか、光というイメージですね。光。で、今、今月の20日ぐらい、20日か21日ぐらいが、冬至ですよね、冬至。冬至っていうのは、夜が一番長い時です。つまり今は、まあ、ある意味で闇夜が長いというか、今アドベントですね。闇夜が長い。その闇夜が長いということの中で、だからこそ、その、光が明るいっていうか、光が必要というか、闇夜に光が必要だよという、そういう感じですね。闇夜にですね、光が必要だということではないでしょうか。はい、闇夜に光が必要ですね。闇夜に光が必要です。はい、はい、それでですね、何の話だったかな。ハヌカの祭りはそんな感じ。それで、ハヌカの祭りは、先週の土曜日ぐらいが、まず、この、一個、ちょっと順序わかんないんだけど、とにかく、だんだん、こう、増えてくるのか、順番にあるのか、ちょっと覚えてないんですが、とにかく、一個一個なんかつけてって、8日間で8本なのかな。で、9本目が、1本は真ん中にあるやつなのかな。
つまり、その特別な一本はイエス様の光で、そして後の8本はそのイエス様の光がこうついていくような、そういう感じでしょうかね。私たちの、光はイエス様の光から、火をつけられます。そして伝道というのは人々の心に光をつけていくようなことだということですね。世界中がイエス様の光で満ちてほしいですね。世界中がイエス様の光で満ちてほしい。皆さん、満天の空、夜空にあの星がこうね、皆さんこうちょっとこう山なんか行くと、こう 星空がこうあって、星がもうたくさんピカ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 って、こう星がもう本当にあのゴミくずのようにこう星が見えますよね。東京だとなかなか見えない。まさにですね、この宇宙っていうのは、闇夜に輝く光を表しているんではないでしょうか。皆さん、クリスチャンは、ね、星の数ほどある、夜空の星です。クリスチャンは夜空の星です。闇夜に輝く星です。皆さんは星です。皆さんはスターです。皆さん、6等星になりたいですか？ 1 等星になりたいですか？マイナス何等星になりたいですか？ね、明るい星になりたいですよね。暗い星じゃなくて、まあ暗い星でも光ってればいいですよ。光ってない星もありますからね、皆さんね。とにかく、光った星になりましょう。クリスチャンは、光った星になります。光った星になります。ね。夜空に輝く綺麗な星。夜空に輝く綺麗な星になりましょう。アメン。アメン。クリスチャンは、ね、星になることができるのです。イエス・キリストの光を反映しましょう。イエス・キリストの光を反映して、この暗い日本も、この暗い日本も、クリスチャンが光れば、日本も明るくなります。皆さん、明るくなりましょう。太陽のようになりますか。太陽はイエス様でしょうかね。太陽はイエス様。あ、でもなんか、あなた方も太陽のように輝くとかいう見言葉あったかな。クリスチャンも太陽のように輝くという見言葉、どっかにあったような気がしますが。私たちも太陽のようになれるかもしれませんよ。ね、太陽も星、確かに太陽も星ですね。アメン、アメン。はい、それでは、英語いきましょうか。英語、ここはルカ7の38、ルカ7の38。 Whoever believes in me and as ですね、 as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. これはどういう意味かというと、誰でも私を信じる者は、聖書が言っている通り、生ける水の川が、流れると書いてありますね。もう一回読みましょうかね。Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. 、イエス・キリストを信じる者は、
イエス・キリストを信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れる。イエス・キリストを信じる者はね、心の奥底から、心の奥底から生ける水の川が流れてくるね。聖霊を持ってる人はですね、聖霊を持ってる者は生ける水の川、聖霊からですね、生ける水が溢れてくる。聖霊から生ける水が溢れてくる。イエス・キリストを信じる者は、命の水、リビングウォーター、命の水が溢れてきて、いつも満たされる、いつも祝福される、いつも喜びがある、いつも平安がある、いつも愛がある、ね、皆さん、イエス・キリストを信じる者は聖霊を受けます。油注ぎを受けます。皆さんが、聖霊を受けていて、油注ぎを受けていて、だから皆さんの心は満たされています。だから命の水が流れます。だから溢れてきます。皆さんの心から命の水が溢れます。川のように溢れます。川のように溢れます。油注ぎを受けてるから、油注ぎを受けるから、皆さんの心は満たされます。命に満たされます。命に満たされます。油注ぎを受けることです。油注ぎです。アメン、アメン、アメン。皆さんがこの放送に来てる、来てくださってること本当に嬉しいです。皆さんがこの放送に来て油注ぎを受けて、皆さんが命の水、命の水が心の奥底から流れてきます。心の奥底から流れてきます。そしてその命の水によって満たされ、命の水によって癒され、命の水によって、この喜びが来ます。そしてその命の水が皆さんの周りにいる人にも流れます。皆さんから、ね、命が流れます。家族に流れます。友人に流れます。皆さんから命の水が流れるのです。命の水が流れるのです。ですから皆さん、命の水の井戸になりましょう。皆さんが井戸になりましょう。皆さんがオアシスの泉になりましょう。皆さんから、皆さんから命の水が流れて、皆さんは日本中に住んでますから、日本中が皆さんの命の水の井戸によって、命の水が流れます。皆さんから流れます。命の水が流れます。日本中植え替えた、砂漠のように植え替えた心が命の水によって満たされます。命の水によって満たされるのです。皆さん、イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストを信じる者は命の水を受けるのです。命の水を受けるのです。アメン、アメン。多くの人の心は乾いています。命に乾いています。多くの人たちは命に乾いていますね。命の水が必要なのです。命の水が必要です。皆さんはその命の水を飲んでいるのです。命の水を飲んでいるのですね。教会は愛のオアシスですね。教会は愛のオアシスです。アメン、アメン。喜んでください。皆さん喜びましょう。以前は植え替えていた、以前は枯れていた、以前は喜びがなかった。しかし今イエス・キリストにあって満たされている。イエス・キリストにあって、ね、命の水を飲んでいる。今イエス・キリストにあって希望がある。イエス・キリストにあって霊的に生きている、霊的に生きている、ね、以前は死んでいた、以前は死んでいた、しかし今は生きている、今は生きている。皆さん喜びましょう。アメン。満たされた、希望が湧いた、希望があります。アメン、アメン、アメン、アメン。それではですね、明石タイム行きましょうね。
明かしたいもとても楽しみです。教会は神様との交わりの場所です。今日の、明かしタイム、ハヌカの祭りですから、光、それから神殿奪回、それから、宝剣ですね。何明かしがいいでしょうかね。何明かしがいいでしょうか。そうですね、何明かし、そうですね、今言った、じゃあその神殿奪回に関すること、心が明るくなった、そして、心が熱くなったという証、それから、捧げる、自分の人生を捧げる、神様に祈りを捧げる、礼拝を捧げる、捧げる証、はい、3つの証、ハヌカ証スタート、ハヌカ証スタート。リトルさん、いつも笑顔だねと言われるようになりました。奥山先生の証、いつ聞いてもいいですね。昨日の礼拝で警戒に負けまかった Q ちゃんはすごいと思いました。イエス様に心を捧げる仕事をしています。何をするにしてもイエス様のためにします。イエス様、罪深い私を救ってください。献身することにしました。イエス様は皆さんの身代わりになって、くださいました。この放送によって統合失調症が8割方治癒されました。予的な仕事をセーブしています。福音派からカリスマに移って本当に解放感を得ました。和の子さん、この放送で毎日ブドウジュースを飲んでいます。うつ病が治りました。日本をイエス様に明け渡したいと思いました。日本をイエス様に明け渡したいと思いました。悔い改めの毎日です。イエス様、リトルさん、悔い改めの毎日です。聖霊体験してから信仰心が強くなりました。小野さん、この放送でハヌカと叫んでしまいました。エルティル教会の勝利を祝福します。近所の神社に十字架を立ててきました。イエス様は太陽のようだと思いました。キューちゃんの胸元の十字架が輝いて見えます。イエス様のことを毎日考えています。幸せです。リトルさん、神様は全てをご覧になられています。奇跡を目のあたりにして、自分が間違っていたと気づきました。自衛隊が憲法に違反していると改めて再確認しました。リバイバルの時に働けるように備えましょう。ハレルヤ。太陽を見るとイエス様を思います。キューちゃん牧師にリアルに会って感動しました。日本のために選挙に行こうと思いました。お酒を完全にやめれました。和の子さん、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、力を尽くしてイエス様を愛します。この放送を見るうちに、君が代を聞くとジンマシンが出るようになりました。サイリンクリスマスが楽しみになりました。スターになることにしました。
イエス様のおかげで薬物依存の治療に専念しています。何をするにもイエス様の栄光、イエス様に栄光を返します。隣人を自分のように愛します。イスラエルがクリスチャンだらけになります。日本の教会に油注ぎが降り注ぎますように。日本が右翼に傾倒していくのを危惧しています。国防軍はとんでもないと思います。タバコ1日10箱から1箱まで減りました。被災地の友人を励ましに行きます。太陽のように赤く熱く燃える信仰が欲しいです。イエス様が日本を変えます。日本人が欧米人のようにキリスト教信仰に熱くなってほしいです。国防軍より神の兵士になることが誉れだと思いました。イエス様の愛は世界を平和にします。パレスチナのリバイバルを歓迎します。イエス・キリストは皆さんの心の中にいます。イエス様の十字架の身代わりだけが救いです。徴兵されて戦争に駆り出されないか心配です。来年は初詣に行くのをやめようと思いました。ハレルヤ。イエス様に、イエス様の十字架によって靖国参拝やめれました。偶像崇拝をやめました。思い煩いを捨てましょう。イエス様が共にいます。戦争反対。北朝鮮のミサイルが飛んでこないようにずっとお祈りしてました。アメン。イエス様がいつも隣にいる気がするんだな。いるんですよ。イエス様が隣にいます。嘘だと思っていたけど祈ったら本当に生活保護の申請通りました。ハレルヤ。偶像崇拝、日本の右傾化に懸念しています。福音のためなら何でもします。福音のためだったら何でもします。救われたいです。アメン。若い人を戦地に送るわけにはいかない。若い人を戦地に送るわけにはいかない。天皇は謝罪するべきだと思いました。キューちゃん牧師、北朝鮮のミサイルは発射されますか。もちろん分かりませんが、分かりませんが、祈っていきましょう。ね。やっぱり、サタンが働いてると思いますね。サタンが働いています。祈ることによって、サタンに勝ちます。祈ることによって、サタンに勝ちます。ニートでも、イエス様に祈ればいいと分かりました。北朝鮮のミサイルは今問題があって発射時期が伸びてますね。キューちゃんの笑顔カレンダーを作って。イエス様のみのイエス様の御言葉が全ての答えです。敵を愛しなさい。敵を愛しなさい。
イエス様と一緒に戦争反対している。憲法9条を戦ってでも守りたいと思いました。信仰に燃えて心もあったかいです。 LTL 教会では1月1日に元旦礼拝がありますか？はい、したいと思っています。まだ皆さんと話してませんが、元旦礼拝したいなという、今まだ、考えている段階です。若者の自殺が増えてます。救いたいです。若者の自殺が増えてます。救いたいです。平和憲法死守、平和憲法死守。イエス様に愛されるにはどうしたらいいんですか？信じることです。イエスキリストを信じれば愛されます。イエスキリストを信じれば愛されます。友達を悪霊から救いました。キューちゃん牧師、早くいじめ問題を解決してください。リバイバルですね。リバイバルがいじめ問題も解決します。リバイバルがいろいろな問題を解決します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それではファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージです。東京のホームレスが救われますように。東京のホームレスが救われますように。はい、そうですね、イスラエルのお祭りは、イエス様のさまざまなことを、ね、表しています。杉越の祭りはイエス様の十字架と復活を表しています。ペンテコステの祭りは、聖霊降臨を表していますね。そしてラッパの祭りはイエス様の再臨を表しています。カリオの祭りは、千年王国を表しています。ハヌカの祭りは、イエス様の、この、世の光を表し、また、ノンクリスチャンの人間をですね、人間を贖うということを表しています。イスラエルのお祭りはみんなイエス様のお祭りなんですね。翻って日本のお祭りは、イスラエルから来てると考えますから、日本のお祭りもある意味ではイエス様のお祭りとも言ってもいいですね。例えばおみこし、おみこしですね。おみこしは契約の箱なんですね。契約の箱で、契約の箱っていうのはこの三種の神器、モーセのね、石板とアーロンの杖と、あとマナの金壺が入ってる契約の箱ね。まあ神様の臨在を表します。そしてその箱の上にケルビムっていう天使が、2人こういるんですが、まあおみこしでもこうてっぺんにこう鳥がいるでしょ。なんていうのか、おみこしのこうてっぺんに鳥がいるじゃないですか。まああれと同じで、あれはまあケルビムですね。そしておみこしっていうのはこうやって担ぐでしょ。こう
で、おみこしを担ぐ。で、契約の箱もそうですね。契約の箱も、なんかこう担ぐんですね。ですから、おみこしっていうのは、まさに契約の箱です。ね。そして、この契約の箱というのは、まさに神様の臨在を表します。神様の臨在ですね。まあ、ある意味では、こう、神様を担いでるような感じなんですね、おみこし。日本のお祭りといえば、おみこしじゃないですか。ね。ですから、皆さん、日本のお祭りは、ね、まさにイスラエルのお祭りなんですね。日本のお祭りはイスラエルのお祭り。そして、おみこしは神様を担いでいる。で、神様を担いでいるっていうのは、まあ、どういう意味があるか、ちょっと私もまだ考えていませんが、クリスチャンの心の中に、ね、聖霊様が来る。ね、聖霊様が来る。私たちクリスチャンはですね、いつも神と共にいるので、ある意味ではクリスチャンは、ね、いつもおみこしを担いでいるようなことかもしれませんね。クリスチャンの心の中に、まあ、クリスチャンの心って神殿ですよね。神殿。そして神殿の中に契約の箱があるわけでしょ。神殿の中に契約の箱がある。そしてその神殿から、まあ、川が流れるという予言がありますが、さっきクリスチャンは、心から命の水の川が流れるという英語を読みましたけども、まさに、クリスチャンの中に神殿の箱があって、で、クリスチャンのその神殿から命の水が流れる、まさに神殿ですね。で、エルサレムの神殿の東側から、東側の方に水が流れるというような、そういう御言葉がありますね。ですから皆さん、クリスチャンはいつもですね、おみくしを担いでいるのです。神様を担いでいるのです。クリスチャンはいつもおみくしで、ね、わっしょい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 と、言っているのです。わっしょいというのは、ヘブル語で、運べだったのかな。運べとかいう、キャリーとかいう意味があるですね。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。神の箱を運べ。神の箱を、契約の箱を運べ。契約の箱を運べ。つまり、クリスチャンが、ね、いつも聖霊を持って歩む。聖霊を持って生きる。また、この、私たちは、その、神様を伝える。人々の心に、ある意味では、火をつける。人々の心に火をつけるという意味で、私たちは、ね、その、おみこしを担いで、おみこしを担いで、わっしょい、わっしょい、わっしょい、神様を運ぶ。神様を運ぶ。そして人々にね、火をつける。人々の心の中に、人々の心をイエス様の血で神殿にして、罪を許して、人々の心が神殿になって、その人々の心の中に油と火を注いで、そして人々の心の中に契約の箱を据え付ける。契約の箱、つまり聖霊様ですね。油注ぎというのは、人々の心の中に契約の箱を入れるのです。契約の箱を入れるのです。人々がおみこしを担ぐようになるのです。皆さん、おみこしを担ぎましょう。これは、神道のおみこしではなくて、本当のおみこし。霊的なおみこし。皆さん、おみこしを担ぎましょう。おみこしを担ぎましょう。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。わっしょい。ね。聖霊様を担ぐのです。聖霊様を担ぐのです。皆さん、お祭りです。もうすぐクリスマスなんですが、クリスマスはですね、まさに私はですね、天国を表していると思うんです。ね、神の国。楽しいでしょ？なんか、ほのぼろっとするじゃないですか。なんか、愛し合ってるという雰囲気ありませんか？クリスマスっていうのは、聖霊様はイエス様の契約です。新しい契約です。ね。まさに契約の箱ですよね。聖霊様は契約の箱です。ね。
キューちゃん牧師の言ってることは今の話はほぼ正確です。それでですね、そのクリスマスっていうのは、まあ、神の国、天国を表すと思うんですね。愛し合ってる世界、なんか楽しい世界ね、もう本当にこの楽しい雰囲気があります。かえって多くの人はですね、クリスマスは嫌いだと言いますね。まあ自分と関係ない、みんなが楽しそうで自分だけ楽しくないと、そういう意味ではクリスマスはなんか逆に嫌だという人もたくさんいると思うんです。でも皆さん、クリスマスが嫌いの皆さん、聞いてください。誰でも誰でもイエス・キリストを信じるならば、心の中にクリスマスが来ます。皆さんの心の中にクリスマスが来ます。誰でも誰でもイエス・キリストを信じる人の心の中に、皆さんの心の中にクリスマスが来ます。神の国が来ます。神の国が来ます。ですから皆さん、クリスマスをね、寂しい方、恋人がいないから寂しいとか、家族がいないから寂しいとかいう方は、ぜひぜひイエス・キリストを信じてください。心の中にクリスマスが来るのです。心の中にクリスマスが来るのです。そしてクリスマスは、イエス様のお祝いですが、イエス様の お祝いですが、クリスチャンにとってはクリスマスだけを、喜ぶのではありません。アメン。クリスマスキャンドルを心に灯しましょう。ここにクリスマスキャンドルがありますね。これクリスマスキャンドルね、クリスマスキャンドルを心に灯しましょう。クリスマスキャンドルを心に灯しましょう。クリスチャンにとってはクリスチャンにとっては毎日がクリスマスです。毎日がクリスマスです。教会はどこの教会がいいんですか、カリスマがいいですね。クリスマ、クリスマスはクリスチャンにとって毎日がクリスマスです。毎日がクリスマスですね。クリスマスシーズンだけがクリスマスではない、毎日がクリスマスなのです。なぜかというと、私たちの心がいつも神の国だからです。私たちの国が心はいつも神の国だから、私たちの心はいつもクリスマスです。いつもクリスマスです。やっぱりカスリスマがいいですよね。油注ぎ、アメン。毎日がクリスマスです。毎日がクリスマスです、毎週日曜日もクリスマスですね。ですからクリスマスシーズンだけではないのです。カリスマの油注ぎでイエス様を実感できます。カリスマの油注ぎでイエス様を実感できます。油注ぎは天国の前味です。天国の前味です。社会派はですね、油注ぎを知りません。社会派は、ね、油注ぎが必要です。福音派も油注ぎが必要です。油注ぎのある信仰を持ちましょう。油注ぎというのは天国の前味です。天国の前味、つまり、天国というのは喜びに満ちた場所、天国というのは幸せに満ちた場所です。しかしこの地上にはないですが、私たちが油注ぎを受けるときに私たちの心が天国のようになります。天国のようになります。天国の前味を、まあ、天国と同じではないかもしれない、天国と同じではないかもしれないけど、天国の、この前味を、味わうことができます。皆さん油注ぎを受けているということはまさに、天国がある証拠です。天国がある証拠です。油注ぎによって天国を感じるのです。喜びを感じ、愛を感じ、希望に満ちるのですね。私たちは油注ぎによって、この、油注ぎによって天国を感じるのです。クリスマスを感じるのです。神の国を感じるのです。ですから皆さん、油注ぎを感じてください。油注ぎによって天国を実感できます。天国を実感できます。神を実感できるのです。神様がおられることを実感するのです。油注ぎを受けないから、神を信じることができません。
天国を信じることができません。永遠の命を信じることができません。体験していないからです。体験して神様を実感し、天国を実感し、永遠の命を実感するのです。油注ぎはマヤ味なのです。マヤ味なのです。ぜひ皆さん、まだ油注ぎを体験してない人は、イエス・キリストを信じて罪を悔い改めてイエス様を信じて油注ぎを受けてください。神様を実感します。天国を実感します。喜びを実感します。心の中に、灯火がつきます。心の中が明るくなります。心の中が温かくなります。福音派では油注ぎがなかった、ね、アメンアメン。それではですね、油注ぎが欲しい、神様を実感したい、天国を実感したい、永遠の命を実感したい人、自分の罪を悔い改めてイエス様を信じて、毎日がクリスマスになりたい、毎日がクリスマスになりたい人、アメンと言ってください。アメンアメン。ペンテコスターでも油注ぎはちょっと足りなかったです。アメン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 。毎日クリスマスケーキを食べたい。毎日クリスマスだから、毎日クリスマスでケーキを食べたらちょっと取りすぎになっちゃうかもしれません。今日はちょっとどら焼きお2個食べましたけれども、はい、はい、アメン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 。ジュタさんとダイさんとクリスマスを迎えたい。あ、もう時間なくなっちゃった。天のお父様、天のお父様、多くの人は、心が冷たく暗いですが、今悔い改めて、罪を悔い改めてイエス様を信じて、心が明るくなりたい、温かくなりたいとアーメンと言った方がたくさんいます。彼らの罪を許し、油注ぎを与えてください。彼らの心に油と光を与えてください。あなたが来てください。契約の箱を入れてください。聖霊様、どうぞリスナーの方々に来てくださって、燃えてください、燃えてください。明るくなりますように、明るくなりますように。彼らの罪が許されて、聖霊で満ちますように、聖霊で満ちますように。神の国が来ますように。癒されますように、解放されますように。重荷がなくなりますように。罪が許されて重荷がなくなりますように。リスナーの方がみんながリスナーの方々みんなが解放されますように、解放されますように。悪霊が出てきますように、悪霊が出てきますように。癒されますように、癒されますように。解放されますように。重荷がなくなりますように。イエス様、助けてください、救ってください、解放してください。リスナーの方々が解放されますように、解放されますように、解放されますように。イエス様、日本を救ってください、日本人を救ってください、世界を救ってください、世界を救ってください。あなたの福音で、あなたの十字架によって世界を救ってください、人類を救ってください。イエス様、日本を救ってください、日本にリバイバルを与えてください。イエス様、感謝します、感謝します、感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン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 。明日、朝11時10分に、花さんの、聖書講座があります。シャロームシャロームシャローム。アメンアメン。